が整い次第始めていきましょう。はい、では予選第2ブロック第4試合、レッドサイド火花 VS ブルーサイドガチ恋です。ハドーファイトー、アタッカー5-3-1-1対決ですね。早い球ですね。はい、全く同じ編成。やべちさんめちゃくちゃ打ってきますね。はい、すっごい打ってきます。シールドワールドも早いかと思います。ただこの球の数だとまず一つ火花のシールドが長く持ちます。うまい。すぐさま、おっと翔さんに一つ獲得していきますね。そうですね、サイドがちょっと空いてましたかね。うん、ただし翔さんに気を唱えるとイオポンさんが見てるよと。そうです、見えてますよ。やっていきます。いや、先ほどからコトさんの盾が熱い。熱いです、ずっと残ってます。非常に使い方がうまい。まだここを割っていきたいところでしょう。さあ1ポイント差、40秒経過です。避ける避ける、ラグナさん、ね、ここは避け切りたいところ。ラグナデューさんのライフ1枚がどう出るか。はい、割ってく割ってく。さあ1点取っていきたい。手前イオポンさん、コトさんがライフ1枚なところをまずは矢部市さん狙っていきますが、はい、ここはさすがに避けていきます。コトさんライフ1枚で緊張感のある前壁、ラグナさんがしっかりカバー。ただこの対角戦場、対角戦場斜め、いやー崩れ切った。おお、当たったようにも見えましたが、矢部市さん前に出る。この1点取りたい、是が非でも1点取りたい。ライフ4枚で圧をかけ続けますが、それでも火花は倒されない。避ける避ける、残り3秒、2、1。いやーこれ避けきりますか。すごい